はい、まあ、ちょっと遅れましたけど、遅れたからね、はい、ちょっとまだ入ってきてるのが、うん、まだ入ってきてない、まさか可能性もあるんで、うん、遅れたらよくない、待って、ごめんなさい、すみません、そんな、謝るのね、謝るのね、言っちゃったら謝るかな、もっと取り返していいかもしれない、あー、なるほど、そうね、テンション上げてこ、面白さね、うん、よし、行くか、あ、まだ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 よ、いやー、皆さん何してんやろな、今何時、21時か9時か、うん、9時やで、ね、もうご飯とか食べたんかな、今日何食べたんですかみんな、いや今日は今日言えません、え、いやあんたさほんまにお前ダメ言うて、今日ダメ言うてお前するのダメなんだ、あダメなんだ、ダメ、あぶねえ、危なーこの人もな、そのご飯もダメってしてくれたよな、あダメらしい、今日やったことが全部食べてもいかんねや、食べてもダメ、あでもそろそろ入ってきました皆さん、行きましょうか、うん、挨拶から、あ、挨拶いきます、はい、どうも、こんにちは、ミルクです、よいしょ、よろしくお願いします、はい、ミルクの山中純太郎と篠崎大地と、はい、その瞬間と、はい、誰や、ほか3人、ほかミルキーズと、ミルキーズと、あと2人いるんですけど、うん、今日はいない、そう、単純に、まあ、ここにいないね、ここにいない、そう、今日やっていきたいんですけども、はい、まあね、この配信を見てね、うん、皆さん、僕たちが今、何をしているでしょうか、よいしょ、だってさ、いつも配信してるさ、うん、その、ところと場所が、いや、空き家が違う、空き家が違うやな、これ、家じゃないよね、大ちゃんの人がじゃないよね、僕ん家ではないね、そうですね、ちょっとコメントちょっと読んでみますよ、どこでしょうか、皆さん、座りやすい椅子なのよ、うん、これめっちゃいいわ、いやすごい、なんかいろいろ来てるね、めっちゃ来てる、あなんで話、まあいいや、なんで話、ジェンガやるのだ、うん、あ、てか佐野さんが見てるよ、え、見てるあやちん、見といて来い、あやちん、あやちん、大丈夫、ちょっと待って、余計なこと言いそうじゃ、大丈夫、あ、コメント、あやちん、これ本当にダメだからね、言っちゃ、全部言っちゃダメ、せ、誰か言ってた方がいいよ、はいし、はいし、マジこれ全部言っちゃダメ、なんか多分もう今すごい後ろで、あ、なんか素敵なとこにいますね、あー、分かってんじゃん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 、さすがにね、やっぱりそんなの大丈夫よ、そんな、まあ、という感じでね、何してると思う、事務所とか来てる、事務所、事務所だったよ、だから多分そこ私のお家とか来てる、うん、えそうなの、しゅ、え、佐野さん全部行っちゃおうかなって、あんまり怖いよ、佐野さんのコメントで結構怖いからね、気をつけて、まあ、合宿とかも来てるね、あー、ほう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 、合宿で、こんなでもな、確かにね、だって結構、え、これ、ジャジャケルさ、結構ゆるゆるしてる、ゆるいよな、うん、そんな、そうか、しかもジェンダーとか置いてたりさ、うん、みんなリラックス気分なわけですよ、そうやな、そう、ビクターでもなく、ビクターではないですね、ビクター違いますよ、まあ、別に言っていいんじゃない、まあ言っていいよ、まあ、言っていいってかも、普通に、まあ、普通に、まあ、実際は、うん、我々ミルク、はい、僕たち実は今、はい、島に暮らしています、よいしょ、ねえ、ただいま島にいます、はい、やってしまおう、題して、はい、ミルク島暮らし、そのまんま、はい、そのまんま、はい、そのまんま、そのまんま、ということで今日は3人でお届けしています、はい、この島暮らしの様子は後日お届けします、うん、わ、あれ、あのことは、いろいろありました、うん、本当に言っちゃダメだよ、怖いよ、いや、いろいろやったし、うん、まあ結構なボリュームでね、うん、お届けできると思います、そうだね、ちょっとそれは楽しみにしてたし、今日の配信すごいレア、もしかしたらちょっとなんかヒントが隠されてるかもしれない、隠されてるかも、どこだ、これ生まれた場所どこ、これどこ絶対メイクさあ、というわけでコメントどんどん読んでいきましょう、はい、うん、佐野さんどういうことだろう、いや、あんた知っとるやろ、あんた知っとるやろ、ほんまに一番知っとるやろ、島ってみんな島にめっちゃびっくりしてるわ、島だ、うん、島流し島流しじゃないよ流されちゃうからな、自分でしうん、エイプリルフル終わってますからね、うん、そう、佐野さんもびっくり、佐野さんね、びっくりしてるフリーですか、うん、大丈夫です、フリー佐野さんもちゃんとね、うん、一緒にやってます、これ実は録画された映像とかじゃないから、ね、違う、そんなね、全然録画とかじゃないからね、そうそう、生でやってますから、こちら今は3人だけでございます、
うん、島行く、はい、あ、島行く、来る、どこの島か分かる、これね結構むずいと思うよ。島いっぱいあるから、うん、日本だけ持ってるな、持ってるよ。あるよ、だってさ、うん、あれなんか挨拶するとき、街の人と挨拶するときなんかさ、ハロー、ハローハローって言ったら、ボンジュール、え、俺パンチー、どこまあでも結構まあ島ですよ。うん、ちょっとびっくりだって。そりゃそうだね。そうそうそう。まあ、何泊目、それは言えないんだよ。それは言えない、それはやめましょう。それは言えないのよ。これからも、ああ、やめましょう。そうなんだ。だからツアーも。ちょっと待って、佐野さんがちょっと待って、急なこと言ってるね。やめてこう、触れ合っとくわ。もう。まあまあいいんじゃない、これ別に。大丈夫ですよ、大丈夫。いやいや、ダメ。大丈夫。行こう。次、次。もうね、じゃあ、触れね。出てる時点で。どうと思って。じゃあ、触れて。もう。何その出し方。何それ。あ、そういうことだね。そういうことだね。じゃあもらってきて、ちょっと、ね、あ、こういうのあるんだ、失礼します、失礼します。何これ、読みますよ、ここで読んじゃないでしょ。え、それ、はい、読んでください。読んで、何してる。はい、はい、朝食ゲーム。何それ。今から3人にはジェンガをしてもらいます。あるね、ジェンガするのは聞いてたよ。ジェンガを倒してしまった人には、うん、うわ、明日のメンバーの朝食を手作りしてもらう。やだやだやだ。よっしゃ、別にいいよ、適当にやってやるし。ちゃんと作れや。生のパンボーンいかんだよ。あ、どうしたっけ。あ、あ、手紙の文字見せないでね。手紙の文字見せないで。作るメニューはフレンチトースト。うん、フレンチトースト決まってんだ、これ。決まってんだ。え、だからさ、え、朝早く起きる。そう、少し早起きしてみんなのために美味しい朝食を作ってください。それではゲームスタート。生卵かけ、フレンチトーストだけなんだ。でもそう、俺流のフレンチトーストでしょ。俺流島フレンチトースト。まあ、俺の島フレンチトースト。島フレンチトースト。いや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 、やっぱさ、島だからちょっと動いてるね、ちょっとやっぱ。いや、確かにね、なんかちょっとね。で、島って、うん、言い方島だけど、わからんからね。日本も島だからね。うん、そもそも島国だよ。普通に研ぎまーすみたいな可能性はあるからね。え、しかもね、もうやめこ、やめこ、怖いなって。やばい、やめこ、やめこ、まあ、ジェンガ行こう。もうすぐあと2週間ツアーじゃないですか。ツアーも順調に始まると思う。あ、そう、だからなんか言ってる。ツアーのリハですかっていうのも来てた。あ、島でリハする。春ツアーも皆さんあるんですよ、我々。リハ一切しないね。そんなことない、そんなことない。でもさ、え、なに、フレンチトーストとか多分所要時間、まあ15分とか20分。いや、結構かかるよ、かかるよ。今日からつけといた方がいいんじゃない。いや、いいです。めちゃめちゃな、めちゃめちゃ今日からつけといた方がうまいとか。あ、そうなんだ。染みるから、絶対。まあ、大体30分やとして、もっと焼くだけに30分早起きって、でかいよ、マジで。でけえよ、マジで。我々結構早起きしてるんですよ。もう、でかすげえ、うん、朝、何時大体起きてる。今日とかめっちゃ早かったもんね。早かったけど、まあ、早かっただけよ。早かった、もう分かって、何言ってんの。想像力を貸します。朝の時間からいいんじゃない、別に。朝の時間まあいいけども。ツアーあるのに島に行くミルクの体力どないなと思って。でも俺らやっぱ体力あるなと思うよね。うん、あるよ、うん、フレンチトーストの写真見たい。まあ、いつか見れるかもしれないね。いや、それ多分見れる、見れる、いつか見れる。じゃあ行きますか、ジェンガ。ちょっと、はい、時間も時間だからね。早速でしょうか。早速行きましょう。最初、じゃあじゃんけんぽんか行こうか。ガチから行く。はい、じゃんガチから行こうか。まあ、回していくか、こことここで。うん、じゃんけんして。最初はグー、全力ポイ、はい、グーでしょ。おー、私から引っかかってます。はい、こういうのはまずね。こんだけ情報量少ないインスタライブないよな。皆さんじゃさ、なんかインスタライブって割と情報量多い気するけど。日本指でいこうか、日本指でいこうか。マジ、もう早い、日本指でいっちゃう。手つけたいし。あ、そう、親指と人差し指ね、だけで。指太い人どうする。島楽しい、島楽しいね。もう本当にフルで遊んでる。もう寝るのがもったいないって俺思っちゃうぐらい楽しくて、本当に。何そう。あ、これ、これどうする、ダブル、ダブルね、ダブル、ダブル。もうこういうノリですよ、島の。おめでとう、ダブル。え、島どういうイメージ持ってる。島だからいいよ、島だから。島特別ルール、東京ってマジで。ローカルルール、ローカルルール。でも、まだ東京も島だから。だからそう、かもしれない。そうだね、島だったらいいんだよね。そうそうそう、イエーイ。全部島や、恥ずかしくなってきた。全部島や。
はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、プロなんだよ、俺ら島って、ガチ島、ガチ島だって本当に島だよ。ハルツアールもあるよ。あ、もちろん、もちろん今から駐車じゃないです。ハルツアーはあれですね、島行ってるんで、ね、島行ってるんで駐車じゃないでしょ、うん、いやいや、あ、そう、駐車、駐車、あれコメントしてる、みんなコメントいっぱいください。そしてフォローいっぱいしてください。皆さんそこ3番ね、どういうこと、まあ、よくわかんないで、俺ミスターハイプに作ってもらおうか。そこ3番はそういうことね。俺らしかわかんないの、俺やめて。何それ。あー4番これな、これはこれはその詳細もちょっとお楽しみにしてください。4番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 や今が渋滞してるコメント読むなしやん。もうスッて言うよ。2人と言うとマジか。博士が映るんだけどやめてくんね。うわ何その衛星か。いや衛星なんだよ全然。いやそうだよね。あージェンが進まない。まあおい、4番かよ、いいな何がいいねん、教えてくれ。これは本当にあの謎解きですから、楽しい。ねえ、じらしすぎとか来てんねんけど言わないもん、今日言ってけど、これじらしてね、今日言えないから。あ、待った、なんで、え、お前え、今何回ですか、今どう。じゃじゃじゃ、ここだ。あー、OK、 わーわーわー、この2つと、この2つね。無理じゃん、もうこれこう動いていいのこれ。いいよ、全然いいよ。で、前出てもいいよ、一回前出て、一回前出て、一回どこつけるみたいな。いやー、これどこだろうね。小道具、丸見え。丸見えさん、何が丸見えさん、何それ、丸見えさん、丸見えさんでしょ。何、丸見えさんって思わないねんけどこれ、丸見え嫌わないじゃんでもさ、ちょっと話変わるけどさ、うん、結構この3人多ない。なんか割とさ、うん、なんかこの3人に乗ること多ない。多い。うん、まあ舞台から始まってんちゃう。うん。ちゃうとか言っちゃったごめんみんな。いや、なんかなんかさ、うん、これうもせっかくこのタイミングでなんか名前でもつける？あ、トリオメンみたいな。トリオメンみたいな。これ戻すのあれ？多分使うんけど。戻すのまあいいよ。ちょっと待って戻せなくなってきた。違うのし。違うの言っていい？あ、何にする鳥を見る。あいちゃん、飯待ってるわ。飯ちゃんと写真で送ってな。何食べる今。あ、これ見合わせとく。今んとこ。いや、ダメ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 。これはいいんじゃん、別に個人でしてることやで。何が。いや、今、俺と隼人くん。ああ、それも。もう言わんほうがいいか。もう言わんほうがいい。言わんほうがいい。やるのがいい。もう、もう、やるのがいい。やるのがいい。すごいケチなグループで。違う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 。あんまりだな。違う、無理だな。ケチの前で。これ、ポジティブに捉えられた。いいことが、こう、今後ミルキーズのコミュニケーションでいいことが山ほどあるから、そのあれも見えないし、これも見えないし、あれもこれも言えない。よいしょ、現象、行こう。はい、あ、違う違う違う、シュッと俺やったんだけど、これ何じゃ行こうよ。これジェンが遠すぎに見えるん、これ見えるか。まあまあまあ、見て見て見て、多分倒れたら分かる、多分。うん、何お前、ほんなら俺さ、抜いてくるしさ、こうやって。いや、分かるってさ、分かるさすがに。楽しみにしとこうやって。おお、ダブルダブルいけ、島だね、島だ、いくね、島島ダブルいいぞ。やかねえピースちゃうんや。島やかねえ、ほんまよっこしろ。ここ3つつながってるのダブルすごいね。やばいねこれ。ここ行っちゃった。おおおプロやな。うまいね。俺なんかもう嫌になってきた、ほんまに楽しいわ。俺マジでクレイジーソースつけたくないから。ああ、俺も絶対作らないよ。いや、作らないよじゃなくて、罰ゲームで作るんだよ。そうだよ。やらない、ね、言わんだよ。なんで今日狙い、テンション高め高いですね、その姉妹からね。姉妹から、4人やんな。せーの、シーバーはい、せーし。あーわ、待って、早くとか。大ティーンの坊主動画一生見てくれて朝のやつね、今日もね。今日ちょっとな、言うやんな、まあ、なこれもおもろいねんな。おお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 
11位よっしゃ、うん、はい、どう待って俺あの動画もうお気に入りものしてるから本当に仲良いじゃん。上の方でも全然いけるよ。いけるな、揺れとるな。うん、あ、いけるしまらせん、全部しまらせん、うん、こっちだ、こっちか、うん、CM いけるんじゃん。シーマッチマぜひこちらの姉妹お越しください。3人のコンビ島津違うね。これね、5人でちゃんとやってる。5人でやってるよ。今いないだけか。そう、今ちょっとね、まあ、ちょっと違う企画があるんでね。何してるってまあ、まあ、言うねんな。ちょ、いがしょうねん。だから、せーのシーマそれやりたいな。ごめんなさい、ジェンガです。罰ゲーム、あ、そう、最初から見てない人にはそう、あれなんですけど、今、ジェンガしてるんですけど、ジェンガで、一番壊してしまった人が明日の朝飯を作るっていう、うん、で、その朝飯がフレンチトースト。フレンチトースト、まあ、朝飯作るぐらいだったらそんな軽い罰ゲームと思うけど、もうちゃんと作る、ちゃんと作るし、そもそも朝起きるのが早いから、それにプラスされてるから、ちょっと罰ゲームやばいねっていう流れでございます。あの、俺に作らせたらどうなのか分かった。でも、くれるようにはしような、ちゃんと卵なんか生みたいな、なんか全然焼けてない、それはまだよ。いや、私、ダンスからね、結構ハイレベルだ。みんなに食べてもらったらそれは美味しいのに作る。シーマーとか呼び合いながら、割と俺はハイレベルやってる。俺、エグいて。えシーマー。シーのいいちっちゃいやつ。シーマー。お前、サマじゃ違う。シーマあ、これ、ゆれゆれ。あ、これ全部硬いよ、これ。ゆれたよ。あ、来たね、これ。あ、来ちゃった。まあ、今回は探すのありにしてますからね。じゃないとさ、そう、結構エグない30分あるからこれ。ほら、ジェンガうまいのよ、これ。結構危ない、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 危ないでしょ。あんま前だね、危ない。それに、それに、お前って誰に言っとんじゃん、これ。そう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 、こんなんいつも言ってませんよ。先輩出してきたよ。ほんとまだ、インスタライブやからって言って、上下関係忘れてた。
え、横にして積み上げて、こっちに、こっちに行こうか、そうやな。じゃあ、これ落として、こっちパスゲーム。え、ちょっとさ、だけど、いや、今決めていいよ、もう今決めた、今妊娠ルール。じゃあ、みんな、せー、募集しようか、罰ゲーム。募集して、はい、罰ゲーム、募集します。デザート、フレッシュソース、デザートだね。デザートを作る、嘘でしょ、二人被害者。あ、さ、あ、だちゃん見せたら2個作るな。ちょ、それいいけど、それいいけど、それいいけど、ちょっと募集して、フレンチトーストの手伝いはやっぱさ、だってさ、一人でさ、作ってる絵ってさ、後から映像で見ても面白い。でもさ、あの、今情勢的にやっぱりさ、いろいろあるから、あ、作るのあれじゃん、洗い物を。はぁ、洗い物が一番やないから、作るのはいいけど。いや、全部紙に、紙皿だったね。そういうことじゃないでしょ、作った容器とかだよ。そうだった、そのフライパンとかさ、洗わなくて、それへ食いて、あれ、これもしやってもさ、ご飯のルーティンできやからですよ。めっちゃ多いもんだよ。大ちゃんより早く起きる。なんで、あ、これいいね。俺が起きる時間伝えといて、俺のことを起こすっていう。俺の本質は早く起きるが罰ゲームやのに、それをこっそり何にしかも今、ちっちゃい小ゲームやのに、それを自分やで考えた。かわぁ、島クオリティ、島クオリティ、やばい、やばい。じゃあもうさっさとやっていこう。いこうか、もう5秒以内にやっていこう、時間内で。佐野さん、一旦飛び込みちゃうね。行こう、やろう。どこ飛び込むね。一旦飛び込み、ありきゃ。行こうか、じゃあ。え、これ順番結構大事じゃない、これ順番じゃないっけ、全然。あ、俺めっちゃ、めっちゃ感じ、いい。あ、いいよ、じゃあ、こう、こうでいいよ。これ一番最初だから。ちょっと本気出す。俺本気出すよ。あ、押さえるときなよ、もう。
か踊りましょう。これ戻ってきてください。しゅうちゃん。うわあ。な、俺最後の最後まで寝たいってやのに。しゅうちゃん、俺のこと教え、じゃあ整理しましょうか。はい、僕らは今島暮らしをしてるんですけど。僕らは今島に来てまーす。はい、島に来てる。なんだっけ、略してなんだっけ。ミルク島暮らし。はい、そのままですね。そのまま。だよね、島暮らし。うん、じゃあそれで今ジェンガをさせてもらって、3人でジェンガして明日の朝ごはん作る人を決めました。そう、罰ゲームでね、フレンチトーストを作る人が大好きで僕です。なんで今日頑張ってくださいってことで以上。違うねまだまだ言うことあるから。しゅんちゃん何忘れてんの。ね、自分から言ったら何だろう。自分言ったね。自分で作ったね。そう、エキシビジョンやろうってなって。じゃあ分かった。そうで、その罰ゲームがみんなに決めてもらった、その大ちゃんよりなぜか早起きをして大ちゃんを起こすという作業をする。無意味やろ。だから俺はだから、まあ、めまちゃんは目覚ましかけなくていいってことだね。あ、まあそうだね。だから起こしてくれるよ、ね、あ、じゃあかけずにも。そう、あ、かけずにも。俺も変えないだけでいいか。わかんない、俺は起こさないわかんないって。ちなみに何時に起きる。え、わかんない、何時に起きるかによるけど。集合はわかんないから。そうそうそう。まあ、俺朝、あ、まあ、じゃあ大ちゃんより早く起きないから寝た瞬間に起こしてるわ。
はい、行こう。入らないよ、入らないもん。会話赤、これ赤、入らないもん。島に住んでる方しか使えない。しかもね、あの島に住んでる方も絶対いいじゃないみたいな。はい、はいはい、あ、でももうこれ終わりですね。じゃあね、ということでこの島暮らし言うことないかい。島暮らしがね、島暮らし中、あ、そうだ、23日あさって、なになに、もうインスタライブするんですよ。うわ、そう、島からお届けします。うわ、その時は何か分かっちゃう。まあ何時かは分かんないですし、まあこれぐらい多分時間でやると思うんですけど、23日なんで皆さん、うん、予定開けといてください。4月23日、ワンチャン遅くなる可能性もまあなきにしてもらわせたけど、それは告知しますので、ぜひ、はい、見ててチェックしてください。そして我々の個人ファンコミュニティ、キラリで、うん、この後3人で配信、同時配信、みんなでマックヒントが出るかもね。まあ可能性はなきにしにもからず、まあ、誰かがキラリに入ってれば見れるんで、今ぜひ今見たいって方はちょっと今ちょっとバッて見てください。誰でもいいから、うん、はい、うん、じゃあちょっともう終わりですかね、うん、一旦だから次23日皆さんにまた会えるのを楽しみにしておりますので、じゃあね、バイ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 。続きはキラリです。バイバイ。おい、じゃあ一人ずつ一応前に軽く、じゃあ、なんか踏んだ、なんか踏んだ、待って、なんか踏んだ、なんか折った、なんか折ったぞ今、なんか踏んだ、もう切って切って、もう切って